こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。ペコリ、まあ、最近アニモジラジオちょっと続き気味ではあるんですけど、夏休みやしね。もう夏休みでやっぱり子供がいたら昼間収録ってなかなか難しいですね。今の現在が10時10分ぐらい。そうですね、あの深夜10時、ね、まだ深夜っていうにはあれですけど、まあ、22時ですね。そうですね。だから今21日ですね、はい、なかなかね、宿題の提出がうちんとこの子供は23日か。そうですね、もうあさって提出っていうところまで来てて、こまごましたものを忘れていて今日焦るっていうのは分かりやすいところになってますけどね。だいたいそんなもんや、うん、ああまあ大まかなところはだいたいできてたんで、もう読書感想文も完成してましたし、うん、まあ、あの辺はちょっと横で見ててからなんかおもろいこと書くなとか思いやめよったんですけど、まあまあね、明日はまあなんかこう、うん、なんか31アイスクリームに行った時の絵描くとか言うて張り切っとったけん、うん、まあ、ちょっと下書きしてみって言ったら、うん、絵やないか思ったけん、まあ、ああいうのは好きで書いてますからね、うん、まあ、絵描くのは好きな絵ことです、うん、まあ、そんな感じで夏休みもうだいぶ残り10日ぐらいですけど、うん、まあ、今日の放送は夏休みどうだったみたいな話をしようと思ってるんですけど、それはワルソネコがやね。そうですね、はいはいはい。まあ、ワルソネコ、まあ、昨年と比べたらお客さん相当減ってはいるんですけど、まあね、夏休み、うん、去年の思い出したら、うん、やっぱりこう、まあ、1日に1人か2人は必ず来てたけど、うん、まあ、一番やっぱりね、うん、分かりやすかったのは小学生が減ったね。ですね、うん、代わりに今年来てる小学生の皆さんって、うん、本当にブライス好きな人ばっかりなんですよね。それはもう本当嬉しくて、うん、まあね、また途中でも出てくると思うけどね、うん、まあ、なかなかこいつはすげえなと思うよ。それはありますね、うん、まあ、なんせ昨年やったら、あの、うん、来てからになんかブライスが好きなのか、あの、人気の方が好きなものが好きなのかよくわからないような方いっぱいおられたんですけど、ちょっと前に話したあれやね、まあね、あの YouTuber がもっとんと同じもん欲しいってやつやね、うんうん、なんかそれが多かったんです。今年はなんかこう、そのそれこそ半年とか1年以上ブライスを続けていて、うん、本当にブライスが好きっていう方が本当に多くて、はい、だから、まあ、YouTuber が持ってるもんと同じもんが欲しいんじゃなくて、うん、YouTuber を見てブライスを好きになってくれて、はい、そのまま本当にブライスをずっと遊んでる、うん、楽しんでる、うん、趣味にしてるっていうのも過言じゃないぐらいの。そうですね、まあ、それは大人にも同じことで、そうですね、やっぱ子供だけじゃなく、やっぱこうね、うん、本当にもう年配の方もおったし、そうですね、まあ、中には会社勤めのね、うん、本当もう、あ、本当にまだ30代来てないんですかっていう人もいれば、そうですね、うん、もう本当に年齢層も様々ですし、はい、で、また香川県内じゃなくて県外がほとんどやったんですよね。まあ、あの四国4県はもちろん来ていただけて、まあ、高知県とかね、はい、毎年来てくれる方もおったりとか、うん、まあ、他もね、まあ、地元の方とももちろん来るんですけど、うん、まあ、あとは夏休みだから帰ってきた、そうですね、まあ、それはもちろん県外が多いのは分かるんやけど、うん、やっぱりね、九州方面、うん、九州、うん、あと関東も、あ、関西もおったね、関西、うんうん、まあ、いろいろですよね。一番遠かったのって石川県かな。あ、そう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 、ね、あの方 ね、はいはいはい、18切符で来てくださって、うん、いやいや、なんかいろいろお土産もいただいてありがとうございます、ね、本当ありがとうございます。お土産持って こんでもええよみんな。本当になんかいろいろお話聞けるだけで十分お土産なんですけどね、うん、お話を聞けるといえば、はい、あれやね、あの各県の、うん、とか各県というか、まあね、どこの県とは言いませんけど、うん、まあいろんな、そうですね、なんか、うん、ホームになってるなんか地域のブライスショップ事情とかいろいろ聞けたの面白かったですよね、はい、まあ、ブライスショップというかドールショップというか、うんうん、まあ、どういうとこで買ってんのとか、うんうん、まあ、え、あそこそんな店なんや、へーとか。ああ、そうですよね、うん、ですから、あのこの前のプレゼント企画の時のお手紙でも、はい、地元のお店事情とかいうのをまとめてくださってた方って結構おられて、本当面白かった、ね、うん、だっけなんかね、うん、ここはこんな感じでショップで和気あいあいとしてて、うん、本当にブライス好きな方がやってる店なんだなとか、うん、結構なんか自分の行くその県の、そうそう、うんうん、店をまとめてくれたりとか、そう、あれ面白かった。そうですね、だからなんかブライスの揃いがいいのはここやけど、うん、なんかこう過去っこ見るんやったらここで、はあ、で周辺のアイテム揃えるんだったらこことか、そうそう、作家さんの服置いてたりするよとか、うん、あとやっぱ値段が高いよここはとか、ここはどっちかといえば黒猫さんの店ですねとか、うん、悪い店もやっぱり書いてくれた、そうですね、でやっぱりね、うん、今回そのまあね、うん、あ、うん、まあ、九州方面とか関東方面とか、うん、まあ、いろんな各県の、はい、やっぱりこう悪い店が、うん、ちょっと目立ったかな、ううありましたね、うん、なんか逆になんか地元ないんですよとか、そういうのもあったし、なんかやっぱり地域によって店の量の差ってすごくなっちゃって、うん、もう県によってはもうほぼないに等しいところも結構出てきてますから、
それ考えたら本当に店があるのがありがたいっていう方もおられるし、うん、こんな店やったらなくてもよかったっていう方もおられるし、いろいろですよね。それはやっぱり、ね、話聞いたら今ねブライスがこうちょっと減ってきてるから、ね、うん、なんか行っても何もないっていうのは全国的にあるかもしれんけど、そうですね、でもやっぱりねそれはお店が悪いわけじゃないし、うん、でもやっぱり仕入れの数はね、うん、お店が悪いっていうんでいけば、はい、やっぱこう高値で売ってたりとか、そうですね、ああお前それもほぼ転売じゃねえかっていう、うん、釣り上げとか抱き合わせとかは嫌ですよね、うん、今回やっぱりねいろんな店の話を聞いてみて、うん、まあそれは企業努力やんって言われたら、うん、そりゃそうかもしれんけど、うん、やっぱりこうまあなんていうんかな高値で売る、うん、まあ、前にも言いましたけどライブで言うたんかな、実は定価がないっていう、そうですね、うん、メーカー希望小売価格なんですよね、そうまあ、でもね その不思議とそのメーカーの方に行けば定価を書いてるっていう、うん、うん、なんかそこら辺のなんかこうやっぱりいろんな会社がなんかこう関わっているがゆえのなんかこう温度差みたいなの感じますよね、うん、まあね、うん、まあ、でもやっぱり今回ねいろんな県のお話が聞けて面白かったです、はい、本当に面白かったです ね、うん、なんかね本当になんかすごい遠いところから来てもらって、うんうん、なんか申し訳ないなっていうのが、あ、そういうのもありました、うん、ね、まあそんな中でやっぱりあの先日はもうゴールデンウィークって言ってしまった、うん、あのお盆過ぎてから、はい、あの東京から3日間にわたって来てくださったお嬢さんはなかなか、お母さんと一緒に来て ね、はい、うん、ね2泊されて、うん、ね、毎日通ってくださったんですけど、そうだから3日連続ワルソネコに来られた小学生の方がおって、うん、はい、本当今までおらんかったから、こんなことなかったから私たちもちょっとびっくりしたりしたんですけど、うん、すごい嬉しかったですね、あれはびっくりしたな、ね、日ごとにちょっとずつなんか打ち解けてからいろいろお話ししてくれるようになってくる、そういうのも嬉しいですし、まあ、初めやっぱり緊張してたんかな、そうですね、うん、そういうのはやっぱりありますもんね、まだ最後の方になったらね、うん、もうあの別れ時というかその頃になったら、うん、なんか学校の宿題の新聞を作るっていうんで、うん、悪せ猫のことを書くっていう、その香川県旅行者部の新聞作るんで写真を一緒にって、ね、ああそうですかっていうんで、うん、まあでも面白いな、そうですね、うん、いやでもああいうね本当にブライスが好きな小学、うん、性というか女の子、うん、いやでもあれね、うん、嬉しいですね、あでももちろんねあの、はい、男の子もいましたよ、そうですね、うん、男の子意外と熱心な方多いんですよね、多いです多いです、だからお母さんと一緒にやってたんやけど実はなんか息子さんの方が力入ってるとかそういうのも時々見受けられますし、もうそれはもうお姉ちゃんやからとかそういう女の子やからとかいうんじゃないんですよね、うん、本当何かのきっかけでかになんかハマる男の子って多いよな、ね、うん、おられますよね、まあだからなんていうかな、うん、でもな男の子の方が、うん、まあ、例えばその前言ったら俺もおっさんやん、はい、おっさんなんやけど、うん、やっぱりこう小物を作ったりとか、うん、セット作ったりするんで男の子とかおっさんの方がハマる多いやん、確かに物作りの方って、うん、でもな男の子の場合は、うん、本当に人形が好きなんだなっていうのが、うんうん、それはありますね、うん、だから去年よくあったなんか見栄の張り合いみたいなのが一切ないっていうのは思います、なんかね、うん、あブライス持ってるっていうマウントの取り合いみたいな、あれしょうもな、しょうもなあれだけは本当になんかこう、うん、この後大事にされないんだろうな感がすごかったから、いや本当にね、うん、ブライス持ってて、うん、なんか私持ってるのよっていうの、うん、ああいうマウントの取り合いは思んない、うんうん、私たちもね最初のうちになんかそのマウントの取り合いは見ましたし、あーうちらも言われた ね店始める前に言われたりしてましたからね、そうやな、もう今からほんと12年、12年半前、そうやな、なんかもう13年が来つつありますよ、うん、だから、うん、もう13年が近いぐらい、13年か、だからブライスをやり始めて本当にうちらがまだうちら一番初めに買ったのが、うん、そのコペの誕生日にプリマ通りの3体を買って、そうですね、でその次の日に俺も欲しい言うて、買ってトイザラスに売れ残りのバーディーブルーを買いに行って、はい、でそれで4体持ってたかな、でその後のイチゴヘブン買ったぐらいまで行ってたと思うんです、ちょうどトイザラスであの15周年のがあったから買いに行こうって並んで買いに行って、うんうん、そこで初めてね、うん、あのブライスを持ってる人と話したりとか、うん、あの時は良かったんですよね、うん、ただ転売のおばちゃんもおりましたけどね、おっとおっと、その転売のおばちゃんは後日店に来て、うん、かわいそうやけど、うん、目の前でケチョンケチョンに言いました、うん、うん、まあ、見てたの知らなかったですもんね、知らなかったね、まあでもそれはしゃあないよ、うん、うん、まあそれはねもうあなたのこういう人間ですよっていう、う
聞いた情報を得て高値で売れるやつを聞いて売ったですって言うわ。あー、そういうのありました、うん、それはだってもう迷惑やもん、店にとっても転売しに来る目的なんか、ね、うん、まあね、まさか後で会うことになるとはっていうのはあったんですけどね。俺も顔を覚えとったからねまあでもその話が戻るけど、うん、戻る。そのうちらが3つか4つ持ってた時に、まあ5つですよね多分、あ、うん、まあ持ってた時に、はい、そのうちらより半年か何ヶ月か、もうほんと数ヶ月ですよ、早くブライスを始めた方がたまたまおったんよ、はい、同じ県内に、うん、でその人が、うん、まあね、うんうん、だからなんかこう初めてすぐやのになんかそんないっぱい買ってみたいなの後でブログに書かれたりしましたいやそんなん言うてだってしゃあないやん、うん、だって一発目講談が3体セットやもん、うん、まあそうなんですよね、うん、あとはあれですよね、なんかこう定価以下で買ったのが許せないとか、あ、そうそうそう、私はプレネで買ったのよとかいうなんか、うんうん、なんか定価で買ってないっていう、うん、その安く買ったのはダメとか、うん、ほんでなんかいつも定価で買ってる、私は定価で買ってるから、うん、安売りで買っている人は認めんとかって言われたりとか、うん、なんじゃそれやってる、ね、うん、本当何だったんだろうっていうのがあれはね、まあ、今となってはまあ面白い思い出やな、うんうん、まあ、そういうのが最初にあったから、あ、こういう人がおる世界なんやな、気をつけようっていうのもあったりはしたんですけど、あ、まあね、でもあんまりなんか俺はああいう人間見た時に、うん、面白いやつがいるんだなっていういや、ドラゴンボール調の、あの面白いなおめえっていうのがそっちの方に行くタイプやから出ちゃいますね。あまあ本当にいろんな人がいるのは最初に見といてよかったっていうのはありますね。本当にやっぱりね、うん、あの本当ブライス始めて、うん、本当もう3ヶ月も経ってない時に、うん、そういうことを言われたから、うん、いやこんな人がおる世界なんやっていうのが、あ、まあね、うん、まあでもその前にやっぱり何を共通の友人から、うん、あの人形の世界ってやっぱりそういうやつたまにいるよって言われたりとか、うん、そうですね、うん、その時の段階で私の友達の方になんか SD 持ちばっかりやったから、あ、スーパードルフィー ね、うん、だからなんかブライスの世界っていうのは全然知らない状態でかい、なんか一人でえいって飛び込んだ感じになったから、うん、まあ二人一遍になるんですけど、まあね、だけど、うん、まあそんなんもあったりしてたので、うん、なんかえらい脱線してしまいましたけど、まあね、まあ昔話ですね、うん、始めた頃は ね、こうお店をやる本当何ヶ月も前というか、うん、でもそこから1年以内にもう店やってるけどね。そうです、1年経たないうちに店になっちゃう、まあなったけんな、うん、まあまあどうなるかわからへんわ、うん、まあね、ちょうどなんか19日今月の19日で、まあ、12周年あなってたんですよね。そっか、え、8月の19が、はい、俳句の日がね、俳句の日やね、うん、ちょうどなんかあの私たち結婚記念日に合わせてプレオープンかけて、 はいはい、そしたら忘れないぞっていうことにしてたんですけど、うん、だけど忘れてるわ、忘れてたんですよねでなんかこう1日過ぎてから、あ、そうだったってなっちゃって、ダメですね、この辺がちょっと雑な私たちいかんですねいやでもあんまりね店の中でこう、うん、何を、まあ、1周年2周年とかは、うん、確かねプレゼント企画やったんよ。あ、そうそう、ビンゴ大会やった時もありましたし、あ、そうそうそう、うん、そういうのやってたんですけど、うん、あの10周年はやったんですよね、うん、やったやった。で12周年やったらええなとか思ってたんですけど、やっぱりイベント準備とかでそっちに服回さないとっていうのがあって、あの今回もあのプレゼント企画の時のはがきの中に、はいはい、その周年のイベントでまた服販売してくださいっていうのがあったんですよ実際。だけどもう全然準備回れなくて、そう、周年のイベントっていうのも、うん、結局その香川県の人しか、うん、でまた県外から来てもらう申し訳ないんな、そういうところもありまして、うん、だから前10周年かな、うん、やった時も結局、うんうん、店内に入って整理券配って、うん、はい、そこから順番を決めるビンゴ大会をしたんか。あ、そうですね、だからその上がった順というかそんな感じでやったと思います。もしくは抽選券やったかどっちやったか忘れたんですけど、そうそうそう、だからやっぱりね平等にみんなが買えるかって言われたら、うん、それはちょっと難しいっていう、うんうん、そうですね、もうそういうところはどうしても、うん、回避できないというか、そうそう、うん、だからまあこれ見ていただいている人にも、うん、なんとかして周年で参加できるイベントできんかなって言ったら、うん、結局じゃあネット販売になるんだったらあれだし、うん、なんか方法ないかなと思うわ、よう考えるんよ。そうなんですよね、うん、だから店頭で販売するって言うとやっぱり足運べる人ってやっぱりこう地方やから、うん、どうしても限られてしまうっていうところがあって、うん、で高い交通費払って来てくださいは余裕あんとか、いや無理無理無理、うん、それは、うん、それ繰り返してるうちになんかもうそれやったらイベント出張する方がいいんかなとか、まあでも出張したらその出張したとこにしか売りに行けないとか、うん、手を、うん、手で渡すことができんから、そうなんですよね、やっぱこうなんかみんなにこうね欲しいものを渡すっていうのは大変やなっていうのが難しいですよね。
またいっぱい作れるんやったら、うん、それで対応できるんですけど、無理やからな、ね、なんかこう今回この服30ありますとかやったら、いや通販で30なんかもう無理ですよね、まず今度は売れ残りますよね、うん、それ残るなそれはあるんですけど、なかなか、ね、うん、ね、いつもなんかこう5が限界ですとかのことが多いから、あれなんよ、はい、だからその俺もやけど、はい、コペの方もそうやん、はい、同じもん何十個も作るの嫌になってくるタイプやん、結構しんどいタイプですね、そうそう、だから同じ作業が続くの嫌なんな、それはあります。なんか今回もなんか今結局ブライスコンに向けて服やっと1種類目ができたんですね、はいはい、いつも足アルビレが着てるあの服なんですけど、 あれね、うんうん、あれ完成したんですけども、あの袖口のレースがあの前にあのぬいぐるみ作家の方にちょっと分けていただいたレースだったのがとうとう切れてしまって、はい、4着で終了してしまいまして、うん、だからまあデザインを変えてこっから ね、うん、ねまた新たな分ができたら面白いし、そうだから同じ色のレース自体は手に入ったんですけど、はい、質感が全く違うので、まあ、ちょっと違うね、そうだからなんかもう厚みが出てしまうのでこれ困ったなとは思ってて、でもこれがまあ出る具合の量だけ加減すればできないわけじゃないから、また次別のイベントに出すときにはそっち側でやろうかなとか、うん、そういうのは思いつつですね、まあ、こっからはね、うん、あの種類を増やしていくか数を増やしていくかっていうところになると思うけん、うんうん、どうしようかなとか、まあ、うちの方はヘルメットを、はい、まあ、何個か作って増やしていこうかなと思ってるんと、うん、あとはあの何あの何プレゼント企画の方、はいはい、あブラコンのね、うん、あそうだそうだ、ラッフルの方ですよね、そうそう、うん、まあ、前はヘルメット1個とな、うん、1個だけやったっけ、1個だけやったと思います、 あれちょっとね、うん、やっぱりこう誰に渡ったか知りたいもあるけん、あそうです、ね、前は誰が当たったか分からんのよ、そうですね、うん、どなたがっていうのは、そう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 、正直あの服販売した時にも後で SNS に上げてくださる方って少ないじゃないですか、少ないな、うんうん、だから前にそれこそ名品市の時にもどの作家さんか分からない時、ちょうど通りかかった作家さんが、うん、私たちの服ってどこ行ってるんだろうね、誰も SNS 上げないよねとか会話しながら帰ってるのあったんですよ、今回の名品市の時は結構みんな上げてくれてたよ、そうですね、本当、うん、ちょっとありがたいんですよ、ありがとうございます、やっぱり楽しんでいただけてるっていうのが見えるのはすごい嬉しいんで、やっぱりね箱から出して遊んでもらうっていうのが、うんうん、うちらはまあ好きかな、そうですね、うん、もうそういうのもありますんで、うん、だからイベントとかで服買った時に SNS に作家さんの名前付きで買いなんか上げてるっていうのは作家さん皆さん嬉しいと思うので、相当みんな喜ぶと思うよ、ねえ、うん、あこんな風に着せてくれてるんやって見るのすごい嬉しいはずなので、あれはもうジャンプのアンケートはがきより俺にとっては重要やで、ああそんな感じ、いやマジでほんまに、うん、だからなんかこうもうそれこそこっからまたなんか地方でアイドルとか行かれる方とかいろいろおられると思うんですけど、その時買った服着せて買いにどんどんアップするのいいと思いますよ、そう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 、だからそのワルトネコに限らず、うん、やっぱりみんなね、うん、あの作家さんの名前をつけてね、はい、SNS を上げたら、うん、多分まあ調べてるかどうかは分からんけど、うん、いつか目に留まって耳に入るし、うんうん、それはやっぱ上げてあげたら喜ぶよ、ね、やっぱ勝った後どうなってるか知りたいからね、うん、それは思う時ありますね、うん、まあなあ、ね、いろんな昔からやっぱりだってもう気がつけばもう10年以上服作ってやってるから、俺もだからあの靴とか、うん、ヘルメットとか、うん、多分今まで100個以上やってるんよ、結構やってますよね、ヘルメットに至って確実に100個以上作ってるんよ、うんうん、ということは私もうち生地を100個以上作ってるってことですよね、そう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 、ね、もうそんな感じで、うん、あそうか今回私まだうち生地作らないかんね、いやそれはまだ時間に間に合えば、ね、うんうん、まあそれはできる限り作っていきますし、ね、うん、服もなんかプレゼント企画の時の服と同じ、うん、あのバルーンのあのセットも今ちょっと追加を作ったりしてるとこですし、まあね、なんとかね商品を持っていけるようになるべく考えていきたいんで、そうですね、なんか、うん、もうそれこそ前回のブライスコンの時とかあんまり服種類用意できなかったので、まあ、置き場所もなかったからな、まあそうですね、今回はちょっと置き場所も考えながらしないとなって思うんですけど、でもあの机1本取れてるんで、そう今回は1本なので、うん、前回机半分であのヘアセットと両方やったんで急遽やったんですよね、まあその辺はなんとかなると思うので、あとは部屋のデザインですよね、だからもうこれ部屋のデザインが新たに作って持っていくか、うん、結構だからみんなに言われるのが、うん、あのエレベーターの部屋持ってきてくださいっていうのもあるんよ、 あると思います実際だから真ん中の部屋をどうにか分解して持っていくようにした方がいいのか、ちょっとこの考えるところはあるんよ、そうですね、うん、そして今日その日に運動会が被ってしまったっていう、だからまあどっちか一人が行くか、うん、まあ、その時打つ撮影をまあ誰かに頼んでうちら二人が行くか、まあ、その時はまたいろいろ考えよう、うん、ちょっとここから一月ぐらいでかん、うん、固めていかないかんところになりました ね、うん、まあそんな感じで夏休みが終わりつつありますけど、うん、
まあ私明日多分最後に息子の宿題がちゃんと全部できてるかチェックして、まあそれはまあ、ね、夕方の5時までにちゃんとやれば夜はやっぱり寝たいからね、まあ、ね、うん、うん、そう今日もなんかこう親子で標語を一つ考えてからになんか提出してくださいっていうのに頭抱えてたんで、はいはい、読書と人権やったかな、うん、そうそう、読書の方はできたんですけど人権の方まだできてないっていう、だってうちが言うたやり方であればまあまあ、うん、その辺ちょっと明日相談しましょう、標語の作り方うちいつもやってるやり方があるんで、うん、まあまあまあその辺もまあ助けてもらったりしながらですね、はいはい、うん、明日まあ絵描いてもらおうか、うん、そうですね、まあ、自分で描きたいって言ってるからまあええやん、うん、まあ、絵描くのうちの子早いから、俺は実際切り絵でゴジラやれって言うたんやけど本人はへえって言うただけで、うん、でもゴジラの絵結構俺好きなんやけどね、あ、うん、今もう息子ほんとゴジラ歴代のやつまともハマってますからね、昭和ゴジラに特にハマってるね、そうですねそういやなんか息子がなんか最初なんかのシンゴジラを見る前に勝手にシンゴジラっていう絵本書いてたのがすごい私が持ってたんですよ、あのシンゴジラの絵本はなんかめちゃくちゃやったもんなね、街がなんかわーキャーって壊されてってかい、それがなんか最後になんかテレビの中の画面でかい引けになってか大変だなーってかい人ごとのようにして見てるっていうなんかなかなかシュールな終わり方をしましたよね、なんじゃこれと思ってなシンゴジラ書いてから見てよって絵本作って持ってきたんだ、うん、そうそう、で今になってかいなんかちゃんとシンゴジラ見たりとかしてね、まあ、でも 今シンゴジラ見ても分かってないやろな、そうですね、ピンときてないと思いますね、まあ、でもまあ好きなやったら構わんよ、うんうん、まあああいうのも面白いんかなっていうのはね、うん、ただただもうゴジラのフィギュアが増えていく、まあまあそれは構わん、俺も好きやから、うんうん、いやまあ今回はこんな風に夏休みの話やったけど、はい、まあ、息子の宿題の話も多かったりとか、あ、結構脱線しちゃいましたね、うん、まあでもねやっぱこうね夏休み期間中まだ終わってませんけど、はい、まあ、皆さん残り宿題頑張る方は頑張ってください、そうですね、で、まあ、もうすでに終わって方はまあこの放送聞いても安心して聞けるかな、うん、うん、そうです、もう地域によってはもうこの週明けぐらいからもう夏休み終わって新学期始まるところもあるみたいで、そう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 、だから、ね、そのよく言われるのが、はい、あのなんていうマラソンの最後のサライを聞きながら夏休みの宿題を頑張るっていうのがあるけど、うん、まあね、あの北の方に行けば、うん、もう夏休みは終わってるっていうのが、そうそう、だから私がなんかそれこそ高校の時とかもうサライを聞きながら半袖袖で宿題をしてたタイプだったんですけどなんかこうせっかくいい高校にいたのにそこで勉強しなくなったっていう一番あかんパターンなんですけどね、私、うちは夏休みの宿題は小学校、うん、多分ね 2,3 年ぐらいから、はい、あの全部絶対に3日で終わらすっていう風に、それがすごい毎年3日で絶対に終わらすって決めてるんで、うん、やってましたね、うん、なんかいつもその話は聞いてますけど、そうそうそう、うん、まあ、日記とかのやり方は、まあ、うちはとんでもないやり方やったんで日記は、うん、あれは聞いたら笑う、1日の出来事を4日に分けるすごいやり方をしてたから、うん、先生もグーの音が出んかったけんね、あれは店頭で話して毎回受けるっていう、でも本当そうやもん、うん、ね、絵もパノラマになったやつ2日に分けてつながってる、あ、まあ、いいですね、なあ、うん、ね、まあ、大体いつもこんな感じでやってるからね、うん、最近はなんかその毎日絵日記を書くとかじゃなかったのがびっくりしましたね、そうそうそう、なんか一行絵日記と一行日記、うん、なんかな、そうそう、あとなんかあの読書感想文と自由研究両方しなくてよくなってたのもちょっとびっくりでしたね、どちらかでいいっていうか、そうそうそう、うん、まあ、その辺はそれぞれ得意不得意あると思うから選べるのありがたい、読書感想文が課題図書じゃなかったんだ、うん、あ、課題図書でも自由図書でもいいのは私なんか当時からでしたけど、あ、そうなんや、はい、やっぱり学校にもよるんかな、課題図書の中からって言われてた世代やから俺、あ、うん、課題図書でなくてもいいよだったんですよ私の学校は、あ、だから図書館に借りに行くか、うん、本屋さんで買うかっていう、あ、うん、本屋さんで買ったこともありましたね、そうそうそう、あの課題図書のエンブレムのシールついてるやつ、だからあの課題図書の分ってやっぱりみんな買うやん、うんうん、でみんな図書館で借りるやん、はい、今度ないんやって、ないですよね、うん、で夏休みの初めに借りたやつが、うん、夏休みの最後まで返しに来ないっていう事態が起きて困る、やべーと思いながら、それ、うん、でもそれっていろんなところで図書館あるあるでしょうね、そうそうそう、多いと思うよ、うん、うん、あ、またさらになんか脱線してしまって申し訳ない申し訳ない、まあそんな感じで今日はちょっと夏休みのなんかブライショップというかなんかワルソネコの状況の話させていただきました、うん、まあこれからまた制作とかあったりしますし、この月末になったらまたあのタイムアフターアリスが届くんかな、あ、はいはいはい、ね、今回もなんか無事ね、なんとか確保できましたので、確保できたというか、ね、まあでも、うん、当たらんもんやなと思ったらやっぱりなかなか、そうですね、やっぱり話聞いてたらね、あの二口やってみてなんとか一個、うん、そうですね、二つ当たったらね誰か持ってない人に分けれたなと思っとったけど、うん、まあやっぱりそうはいかんな、うん、そんなうまくはいかない、いかんいかん、ね、まあ、あとこの次ハスブロ限定の抽選もありますからね、
あれ明日？明日というか、まあ、日付変わった瞬間かな。日付変わったらか、うん、あれなんか2種類あるんだ。あのネットで応募する分の方やけど、うんうん、店頭の分もなんかネットで応募して、ね、12時間ずれですよね。そう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 、まあそんなんもあったりしますから、ね、褐色肌やから欲しいんですけどね。でも透け肌やろ。そうそう、うん、だから半透明でかい、またあの濃い色じゃなくて、うん、あのちょっと明るめの褐色肌の、はいはい、だからこれまでなかったパターンなので、うん、あともうあのグリーンの髪もともと好きなんで、やっぱりプリンセスアラモードの時からずっとですもんね。植毛した時もあれやったもんな。そう、やっぱりシーグリーンの髪で前髪ないの欲しいとか作ったりしましたから。まあ当たったら当たったで、当たらんかったらまあ運がなかったなで、まあ、運がなかったちゃうな、縁がなかったか。縁ですね、うん、もうそういうのはもう仕方ない部分もあるので、うん、まあ、誰かが持っとりゃそれで気が済むタイプやから、うん、そうですね、まあ、そんな感じで続けていけたらと思いますね、うん。そしたらまあ今日はこの辺で、なんかちょっとごちゃごちゃと長くなってしまいましたけど、そうやね、はい、うん、最後までお付き合いくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。